はい、皆さんこんにちは、こんばんは、佐々木です。よろしくお願いします。今日は、久しぶりにちょっと喋りながらの、トレーニング、Vlog みたいな感じでね、やっていきます。で、今日胸トレです。はい。で、ちょっと、ところどころ解説みたいなのを挟みながらやっていこうかなと思います。で、今ね、絶賛オフシーズン中で、ね、基礎種目を伸ばしてるんですけど、でインクラインベンチを今日まず最初にやります。でもうすでにアップを済ませてるので、今日はね、重量に、1種目目なんで重量にしっかりと、挑戦するということで、53キロを、何回できるかチャレンジしていきます。で、その後に、フラットのベンチプレスに移行します。はいでフラットのベンチプレスで、しっかりと、ね、今日は効かせる感じで、やってくるので、基本的にはこう足上げ状態でやっていきます。でその後はそうだな、今日ちょっとペックフライで、少し試したいことがあるので、ペックフライをやっていきます。大体でもいつも、このルーティンですね。最近はで第一種目の重量がどんどん伸びていくようにやってるっていう感じです。はい、それではやっていきます。ちなみにこちらが今日扱うダンベルです。こんな感じでね、ちょっと長めのシャフトとあと5キロプレートが10枚くっついてる状態です。これで、53キロぐらいですね。これをちょっと頑張っていきます。でさっきアップでこのすぐ端の方ね、これが40キロです。これでちょっとサクッとウォームアップをやったので、今日はこっちの50キロが、どれぐらいでいけるかやってみたいと思います。だいぶ重いっすね。いや、前回もうちょっと良かったんだけどな。残念。ちょっとカーボが足りないかなっていうのもありますけど、ちょっとね、1週間ぐらい空いちゃったんですよね。ちょっと記録落ちちゃいましたね。前回6回ぐらい上がったんですよね、前に、先週やったときは。なんだ、そこから1週間以上空いちゃったかな。ちょっとこう、前回守ってきた胸の日が、営業時間中で、結構こう、ありがたいことに、ジムが混んでたので、その時間は。で普通にこの辺が使えなくて、ベンチプレスは空いてたんでずっとベンチプレスばっかりやってたんですけど、なんでちょっと練度が足りなくなってしまったという感じですね。別にこの胸の筋肉自体が減ったとか多分そういう感じではないと思うんですけど、単純に慣れの部分が解消されちゃったからっていう感じだと思います。ちょっともう1セット悔しいんでやります。でも多分記録は落ちると思うんですけど、ちょっと頑張ります。全く一緒でしたね。残念。OK。ではこれ以上伸びないかな。ちょっとじゃあ、40キロに一旦落として、少しパンプさせて、1セットだけパンプさせてから、フラットベンチに移ります。ベンチはとりあえず100キロにセットしてやります。すごい重いさっきのめっちゃ効いてますね。あ、逆にそっか、これ慣れが解消しちゃったっていうのもありますけど、逆になんか刺激がフレッシュになったようで、なんかだいぶ効いてるようですね。いい感じ。ちょっと今このコンディションだと結構重いんで、一旦下げます。よし、80にセットしました。いやでも少ないセット数でめちゃくちゃちゃんと効いたのは嬉しいですね。よし、だいぶいいフォームができてきたのかなと思いますが、もう痛いと。ちょっと80キロでやってみます。80でちょうどいい感じ。いいですね。ここまで力出し切れるぐらいちゃんと効いたってことですね、さっきのが。でこのままどんどんやっていきます。ライをやる前にバランスを取るために内側とショートと思いますね。この脇のところの3頭筋を狙っていきます。プレスの動作とか肘を張った動作だとどうしてもこの外側とばっかり集中的に鍛えられちゃうので、そうするとね、肘痛めやすくなっちゃう、アンバランスになる。なんでしっかりとこう内側と狙う場合は脇を締めて肘を足の方に向けてちょっと引きつけるような感じでやってあげるといいですね。このプレスはなんで肘を引きつけるかっていうと、この肘じゃなくてこっち、この脇の方にこの支えるところ、高く支える力を持っていきたいんです。肘で支えるんじゃなくて脇のところでグッと効かせる。でその状態で、3頭に刺激を乗せるとこっちに入りやすい。でオーバーヘッドでやる方がもっと簡単です。基本的に肘が高く上がれば上がるほど背中というか脇のところに負荷がかかりやすくなるので、この状態さらにストレッチかけるために背中を丸めた状態で肘を上げる、で肘をなるべく正面に向けて伸ばす、こういう感じですね。これ肘外側に開いちゃうとまた外側に流れちゃうので、なるべく柔軟性が許す範囲で内側というか前に肘を絞りながらやってあげるといいと思います。はい、最後ペックぐらいで追い込んでいくんですけど、どうしてもね僕の場合だとぐらいが軽いんですよ。で今フルスタックが全然できちゃうので、これいつもどうしてるかっていうと、こっちのプリコーのやつだとこの後ろのこの滑車のところ、ここにこんな感じでね台がぶら下がってもらって重りを足してやってるんです。で隣にマトリックスの同じペックフライディアデルトがあるんですけど、こっちの場合はもう一番下にピン刺して、でその刺しておいたピンに乗ってもらったりとかして負荷を足してるんですけど、なかなかちょっとこれ今深夜なんですけどトレーニングしてるのが、やっぱ一人じゃできないじゃないですか。で考えたんです。いろいろ考えた結果、こっちは、なんかチューブを使うことにしたんです。チューブを使うことにして、こっちはちょうどなんかこの重りのところ、下から引っ掛けて巻いたりとかで、なんとかうまくいったんですけど、こっちはちょっと重りにプリコのやつだとカバーがバッチリかかっちゃってて、多分結構他のマシンとかでもカバーばっちりかかってるマシンだったりそうじゃないマシンだったりとかもあるじゃないですか。で、カバーがないマシンとかだと結構重り足す用のピンとかがあったりとかして、それでこう普通にバーベル用のプレートつけたりとかっていうのもねできたりとかするんですけど、これにバーベル用のプレートをつけるとこのカバーぶっ壊れちゃうんですよ。どうしようかなと思いまして、このセラバンド、極太のチューブみたいなやつですね、ゴムのバンド、すげえ太いです。これを使おうと思いました。で最初はこれを単純にハンドルに引っ掛けてこう後ろ通して両側からって思ったんですけど、これが結構こう負荷のかかり方がちょっと外側に向かってかかっていって、でこの辺の横を真横通り過ぎたところから急激に負荷が弱くなる。で最後に絞り込むところは、負荷が足されるんですけど、ちょっとあんまりうまくいかない。で最終的にどうしようかと思ったところ、こんな感じでこの滑車のところに引っ掛けることにしました。この滑車、特に回転するわけではないので、この左右のバランス保ってるだけで回転するわけじゃないので、別にそのワイヤーのところにちょっと邪魔があっても全然平気なんで、この下のこの滑車プーリーのところの下のところにくっつけてでやったところを、要はこれで押さえてもらってるのと同じ状況が作れるので、非常にいい感じの負荷になります。こんな感じですよ。でチューブだからスタートポジションはまだ緩いんですよ。でトップポジションにかけて、負荷が強くなるんですよ。ちょうどこういうペックフライのマシン、基本的にはストレッチっていうよりは収縮のところを狙って、使う感じになるので、ちょうどね、その収縮のポイントが強く負荷がかかるんで非常にいいのと、あと、この広げていくところで負荷が弱くなるので、ストレッチの場面で仮にストレッチを大きくかけたとしても、怪我をする心配があまりない、なんで、このちょっと別にフルサックにする人だけじゃなくて、意外と、普通に真ん中ぐらいとかの重量を使う人とかでも全然こういうちょっと負荷を変化させるのもありなんじゃないかなと思いましたので、一応紹介させていただきました。あまりそのマシンのね、フルサックのトレーニングガンガンやるっていう人はあんまりいないと思うんですけど、フルサックなんで、フルサックからさらに足すよっていうよりは、どうしたというと負荷に変化をかける方法として、こういうやり方もありますよっていう紹介です。はい、こんな感じですね、今日のトレーニングは。結構、バンドのペックぐらいうまくいって、はい、気分がとってもいいです。はい、多分刺激を変えるっていうのは結構いい感じですよ。で特に、フライとか、クロスオーバーとかは、ペックフライ、マシンのフライとか、ケーブルのクロスオーバーは結構収縮を本来狙う種目なので、収縮のポイントの強度が高くなるっていうのは結構メリットだと思うので、皆さんもね、よかったらちょっとバンドとかね、もし持ってたら試してみてください。はい、で、今日はとりあえずでも、重さは正直筋力はあんまり伸ばせなかったけど、でもね、ちゃんと効かせられたっていうところで、はい、トレーニング自体はうまくいったと思ってますので、はい、いい感じだと思います。このまま、11月末ぐらいまでは、ちょっとカロリーしっかり取りながら体を作っていって、で、12月入ったら、多分軽く減量入るかなっていう感じだと思います。はい、それも、とりあえず今年中は重量をガンガン伸ばしていっていく感じですね。で、1月からはまたちょっと効かせるトレーニングに切り替えていくというか、効かせるトレーニングって言っても別に重量を落とすわけじゃないですけど、上げ切った重量をなじませていくっていう感じで、はい、体がコントロールを効くようにしていくと。それまでに絶対怪我をしないようにして、もう12月っていうか今年中で伸ばした重量をコントロールできるように、来年の頭をしていって、でまたそうすると多分今どうしても重量を伸ばそうとするとトレーニングボリュームが少なくなっちゃうんですけど、疲労させないように、でそれを逆に今度どんどん追い込めるようにボリュームを増やしていくっていう流れで、ついでに減量も進むかなっていうようなイメージでいます。はい、今日のトレーニングはこんなところでした。はい、皆さんの参考になる部分があれば幸いです。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。